そちらで仕切って始めるときは言ってくださいね。で、何分やるの？15分間。15分間で3問だから1個5分まあ臨機応変にいきましょう。そろそろやりますか。まあ大体いやらしい問題しか出ないですけどね。こんなんとかね、これは簡単に書けそうかなと。はい、やりますか。何分からんの。まあそいや、始めてもらっていいですよ。設定はいいですか。もうみんなリボンなんだ。はい、書いてもらっていいですよ。
皆さんそろそろあのこの人がいいなとか2人選んでほしいので、この人がいいなあの人がいいなって思ってくださいね。皆さんの中で自分で終了。ちょっと皆さんちょっと全体出して。でね、皆さんに聞きます。この人がいい人手挙げて。誰もいない。この人がいい人。あ、一人いいな。この人は？この人は？この人とこの人。右上の人と。左下の人、何番か分かんないけど。ダントツで3番の人。どうせ神なんだろうな。くそ、面白くない。面白くない。神の人と、神の人がダントツです。で、2番目の人がパラパラです。じゃあ、次やる人、要請。問題1だとこんな感じです。なんかさっきよりもやらしいなって感じはしますけど。あれ1番が出たよ。ごめんなさい、今変えます。あ、これ2番、はい、何はリボンが嫌だとか。あ、らしくないですね。2017のないですね。強制的にはできそうな気がしますけど。やっぱでも最初スナップを設定しますよね、みんな。いいよ。もう始まってるや。
終了ですね。はい、とりあえず皆さん判定お願いしますね。ここの人がいい人、ここの人を2人選んでくださいね皆さん。ここの人、ここの人、下2人です。決勝進出です。で引き続きまして多分そのまま決勝行きますんで、皆さんに聞いていいですか、今度私出たいなって人、本当にねえんだ。やろうよみんな。圧倒的多数とか。なかなか人のオペレーションって見ることはないと思うんで、多分皆さんあの仕事しとって後ろから覗かれると嫌でしょ。うちもよく言われるんだよね。決勝戦になりますね。今度は1人だけ選んでくださいね、優勝者だけを。さっきまで2人でしたけど、今度4人のうちに1人選んでくださいね、決勝になりますんで。いや今ちょっと出して。ですね、あのすみません、この1問目2問目は私が出題者なんですけど、まあ出題の意図はこう書いてくれたらいいなっていう意図はですね、こちらはあの間隔が100だったかなの、まあ平行線引いていただいて、平行線まっすぐ引いて、であとまあ配列複写でこれだけの数出して、で真ん中の線を基準にチェンジコマンド一発でバサッと1点集まりますんで、真ん中の線1本消したらそれで終わりと、まあそういう書き方ができます。まあちょっとねこういう角度線にこだわっちゃうんで、皆さんいろいろ回り道して書きますけれども、そういう書き方です。で2つ目はあの150グリッドっていうのをちょっと先私言いましたけど、これもですね150150の正方形を書いて、それをもうこう均等に全部バラバラっと配置しちゃいます。で、それをですね、全部リージョンにして、で、この L という形で、和にして、ソリッドにしちゃうと。で、まあ、いらないものを消していくというような書き方を、想定してました。で、3つ目は、まあ、これはあのこちらにいるあのシンさんが出題してますけど、まあ、ここの、R300 だったかなの円を書いて、そこに、内接で、正方形書いて、でこれ50度ですから、まあ、65度65度で立ち上げて、でそこの3点で、丸を書けばいいと、まあ、こういう形の、解き方というものを想定しています。予選一番は予選一番予選一番はい。あれ、じゃあ、あごめんなさい、ここだけ、これがですね、ごめん出して、ちょっとだけ、どこ消えた、どっかにいる、はい、あの皆さん、これ、一生懸命あの直線使って書きましたけど、これ、ハッチングです。ハッチングにして、そのハッチングの間隔が、まあ、こうなるようにしてですね、で、ハッチングもあのスナップ起点にして、移動ができますんで、であの位置だけ合わせてあげればいいと。というのを想定して出しています。で、まあ、こちらはですね、まあ、接線のコマ、ごめんなさい、長方形書いて、円を使ってですね、で今2本線引いてトリムするという書き方の想定です。はい、じゃあごめんなさい、決勝始まるんで、10個です、ですね、はい、ごめんなさい、1問目ですね、あれこれあの一番、まあ、縦方向横方向に、長方形引いてますけど、
7つかな、7つの長方形、あ、7つの正方形が並ぶと。
ちょっと全体出してくださいね。終了です。お疲れ様でした。じゃあこそっときます。この人はいい人、一人だけでは選ぶの。この人がいい人、この人、この人、この人あーすごいものを皆さん目にしてしまいましたね。神この人左上じゃないよ。ありがとうございます。で 何渡すの会長、何渡すの、何渡すの、好きなもの、好きなものもらって言ってもらえないの。もしくは好きなもの、好きなものです。景品は好きなものを選んでください。はい、見るのはダメだって。本もあるし、今ならサインつきます、ね。神へ、神へ、サインもらいます。サイン書いてある。神に買ったきね、参りました。神が手を抜いてくれたおかげです。神に参りましたと書いてもらう。